トマト。スケルトンで多機能なハンティングナイフ、アイトールの好きな JK1 のご紹介です。ナイフに加え、獲物を解体する際に役立つガットフックも備わったマルチツール付き狩猟用ナイフです。サイズを見ていきましょう。全長約18センチ、刃渡り約 6.5センチ、横幅約3センチ、厚さ約3mm です。重さは約 50g、 素材はステンレス鋼です。クッション性のあるナイロン製シースが付属しています。フラップはベルクロ式なので開閉楽々です。中には樹脂製の板が入っているので、収納した際に刃が貫くことはなく安心です。背面にベルトループが備わっており、ベルトに装着可能です。ハンドルはスケルトンタイプになっていますが、グリップ部分が波状になっているため握りやすく、峰には親指がフィットするように滑り止めの凹凸が作られているため力が入りやすくなっています。さらに、獲物解体時、皮や剣を切断するために使用するガットフックがついています。ハンドル部分のマルチツールを見ていきましょう。まず、定番の栓抜き。同じ部分で缶切りもできます。このように引っ掛けて、うん、できますね。ギザギザになっているので滑らず切りやすいですね。先端はマイナスドライバーとして使用できます。ライヤードリングがついており、紐が付属しています。ハンドルの真ん中には多目的レンチ。そのまま使うと危ないので、シースに入れて使うことをおすすめします。切れ味を見ていきましょう。
以上、アイトールの好きな JK1 のご紹介でした。